ドモン県、ドモン県、ドモン県、1909年、明治42年10月25日から1990年、平成2年9月15日は、昭和時代に活躍した日本の写真家である。リアリズムに立脚する報道写真、日本の著名人や、庶民などのポートレートやスナップ写真、寺院、仏像などの伝統文化財を撮影し、 第二次世界大戦後の日本を代表する写真家の一人とされる。また、日本の写真界で屈指の名文化としても知られた。ドモンは、1950年代の前半頃から社会的リアリズムを標榜、後年本人が告白したところでは、実質的には社会主義リアリズムであったという絶対非演出の絶対スナップを主張し、日本の写真界に一時期を隠した。 当時、リアリズム系の写真家としては、木村異平と双壁を成した。木村は、写真はメカニズムであると捉えたのに対し、ドモンは、カメラは道具に過ぎず、写真を撮るのは人間であり、思想であると捉えていた。ドモンは、様々なジャンルの写真作品を撮影しているが、いずれにおいても、完全な没個性、無記名という報道写真ではなく、自分の個性を重視した。ドモンはまた、 アルス社のカメラ氏の月齢写真コンテスト審査員として写真一枚一枚について詳細な批評を加え、懇節丁寧にアマチュア写真家を指導した。月齢ドモンと称された。そのことを通じて自らの社会的リアリズムを一つの運動として盛り上げようと試みた。その結果、ドモンは一時絶大な支持と人気を集めることには成功したが、運動の成果は 土門の満足のいくものではなかった。投稿者には後に著名となる、東松、照明、川田菊次、福島菊次郎らがいた。彼は日本工房在籍時から日本人が作ったものに深い愛情と同型を抱き続け、フリーになってからは仏像や寺院、古等寺などの伝統工芸品や風景など一貫して日本の美を撮り続けた。周囲には彼が取り上げる。 被写体の変化を趣味、または対抗とみなす者もいたが、ドモンは古いものから新しいものを救い上げる報道として捉えていた。ドモンの社会的リアリズムに対しては、当時様々な誤解や非難もなされた。一つにはリアリズムを単なるスナップ写真と解釈する者がいた。また、パンパンや不老ージ、小病兵など当時の社会の底辺にカメラを向けるドモンや、 その影響下にあるアマチュア写真家の一群の写真を表して、古事記写真という批判をなす者もいた。ライバルとされた木村兵衛は浅い被写界深度でソフトなタッチで女性を撮影し、好評を博したのに対し、ドモンは女性のポートレートにおいてもリアリズムを発揮し、深い被写界深度でシワやシミなども遠慮えしゃくなく映し出したので、 被写体となった女性たちから不評を買うことも少なくなかったが、その一方でどうしてもドモンに写真を撮ってもらいたいという女もいた。1948年にドモンはカメラ12月号のアンケートに答えて世界の有名写真家ベスト10を挙げている。現在、当該記事は写真随筆、ダビット社に所集。ドモンは 完全主義者としても知られており、生来の不器用さを逆手に取り、膨大な出費や労力を厭わず、何度も撮影を重ねることによって生まれる予想外の成果を尊んだ。撮影時のドモンの必要な追求を伝えるエピソードは、数多く、1941年に画家の梅原龍三郎を撮影した際は、ドモンの粘りに梅原が怒って、遠い椅子を床に叩きつけたが、 ドモンはそれにも同時ずその起こった顔を撮ろうとレンズを向け、梅原がこんまけした一件や、1967年に東大寺二月堂のお水取りを取材した際にも自然光にこだわり、真夜中の撮影にもかかわらず、一切人工照明を使わず、度重なる失敗にもめげずに撮影を成功させた逸話などがある。撮影中はのまず食わずで弟子にも厳しく、 鬼のドモンと称されるほどの危機迫る仕事ぶりであったが、人を引きつける魅力があり、多くの行進を育てた関連項目を参照。ドモンは作品発表の場として、展覧会よりも写真集を重視し、個事巡礼前後集、美術出版社、1963年から1975年などでは、撮影から製本の一部始終にまでこだわった結果、 低下も第一集が二万三千円と、大卒者の初任給が四万円程度であった。当時、大変高価なものになった。二人が対立したのは、著作権の帰属が原因であった。ナトリは、ドイツのウルシュタイン社で、報道写真家として活躍していた背景から、写真は、芸術でも、個人の作品でもなく、 編集者引いては雇用者である企業が著作権を持つものであると考えていた。これに対し写真は表現手段の一つであり、個人の芸術的な所産だとドモンは考えていた。この対立には西洋と東洋、絵画と写真、芸術性、個人性と社会性、集団性、企業性など様々な思想の対立が背景にある。ナトリとドモンの対立を 決定的にした事件は1936年に起こった。当時アメリカ滞在中であったナトリは、グラフ氏、ライフに、ドモンの作品を、ナトリ名義で発表したのである。このことに、ドモンは起こり、2年後の1938年、ドモンは、タイムライフ社からの依頼により、当時の外相の宇垣一世を取材。同時に取材していた、木村伊兵を出し抜き、ライフ氏に、 ケンドモンの特注のスタンプを押した自分の作品を投稿した。ライフマガジンセプテンバーを1938フォール、ファッションスその記事、日曜日の宇垣さんは採用され、ライバルの木村は元より、ナトリへの大きな反撃となった。ほどなくして、ドモンは日本工房を退社、ナトリとの関係に自ら終止符を打った。こうして二人の中は結立し、ドモンは、 死のナトリの葬儀にも三列を絞るほどになってしまった。しかし、ドモンは写真家としてのナトリには敬意を払っていたようで、ナトリの写真集、爆石山石窟、1957年出版には、実調で評価を与えている。また、滅多に人を褒めなかったというナトリもドモンが辞めた後、日本八号に掲載した、ドモンの伊豆を傑作よ。あれは、 早々取撮れるもんじゃねえと激笑していたという。バサラ大師、ドモンは、新しい撮影に取りかかる前には、準備のために、多くの文献を読むことを自らに課していたが、個人的にも、志賀直屋や武田凛太郎、トーマス・マンなどを愛読するなど、文学好きとしても知られていた。また、1950年代に、カメラ雑誌の審査員を務めていた際には、見どころのある、応募作品の裏に、 感想や激励の文章をしたためて変装したり、読者からの質問や身の上相談があると、長文の手紙を送るなど、筆豆として知られていた。写真集の解説も自ら手がけることが多く、個事順例前後集、美術出版社などは文章だけで一冊の本に相当するほどの解説を書いている。書かれたテーマは、写真、美術、 人生観や食べ物に関するものなど幅広い。土門の文章は、死ぬことと生きること、生、続く、月地書館、写真作法、写真批評、写真随筆、ダビット社、拳眼、拳心、拳魂、世界文化社などでまとめて読むとができる。また、土門は若い頃から書写を日課としており、大河道や大東国史を手本としていた。風貌の撮影の際には、 撮影したい人物の名前を自宅の襖に毛筆で列記し、それが終わるたびに新しく襖を張り替えたことは有名である。出版会や展覧会などで筆を取ることも多かったが、1968年に脳出血のために半身不随になってからは、左手で記号するようになった。実書の大字を書くことも多く、しがらきを壺、雇用を歴、死ぬことと生きること、 骨董屋は、私の美学、風景、野良書院、子供たち、日光ルクラブ、生きている広島、写真作法、写真批評、写真随筆の大事は、土門の筆によるものである。土門は、少年時代には画家を志しており、1926年には、地方の展覧会で入選するほどの画材を持っていた。写真家として大成した後も、機会あるごとに絵筆を取り、 1950年には、信仰のあった画家、原誠一や鳥海誠二とのグループ展に絵画を出品したこともある。出品作の一つ、Y 城は、モディリアーニ風の優れた油彩として知られている。また、1968年に二度目の脳出血で入院した折には、リハビリテーションのために、左手で100点以上の水彩画を描いている。美術界での交流も幅広く、 前述の二人の他かどうかの弟子河原総風と、グラフィックデザイナーの亀倉優作とは、お互いに風貌が似ているところから、周囲から三兄弟と呼ばれるほどに熱い信仰を結んでいた。互いの制作活動に参加することも多く、三人の共同制作による作品には、ポスター、仏陀1961年や、追筆集、三人、三様、 1977年などがある。第二次世界大戦中は、ナトリオーノスケを批判しつつも、それとは別の視点から国策に協力し、海外向け写真誌に掲載する写真の撮影を受け負っているが、海軍飛行予科練習生の撮影時には構ずに、こだるあまり訓練を何度もやり直させたため、予科練生らには不評だったという。戦後は、この戦時中の活動や、 事故の考え方については触れることがなかった。これに対しては、ここで沈黙を続けたことで、その後弁明する機会を逸してしまったと理解されるという評価もなされている。仕事場は築地赤市町にあり、本人によると因果市の水泉の水の量がすごいので水道代は町内の風呂屋の次だったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。